花、ファレノプシス、リンデニー・ファレノプシス・リンドナイローヘルは、古鳥乱俗の乱の一種で、いわゆる原種の一つである。歯に、まだら模様があり、やや小柄なピンクの花を多数つける。常緑の多年生双本。葉は2から3枚ほどあり、楕円状皮心型で、長さ10から15センチメートルほど、表面は、暗緑色をしており、そこに、銀白色のまだら模様が乗る。 裏面は暗赤色となっている。下期に開花する。花形は細くて先端に向かって球状に垂れ、長さは20から30センチメートルに達し、時に分子も出し、10輪ほどの花をつける。花は平らに開き、その径は約3センチメートル。淡い桃色をしており、学編と側花弁の基部、それに新弁には紅色の縦筋模様が入る。 また、新弁中列片の円は、濃い人を色に染まる。背学辺は長大円,型で長長大円形で、長さ約1.6センチメートル。側学辺は長大円上乱形で、長さ約1.5センチメートル。側下弁は大円上皮脂型で、長さ約1.4センチメートル。新弁は三列し、長さは1.4センチメートルほど、側列片は長大円上乱形、中央列片は円形で、 先端が尖っており、わずかに内側に曲がる。学名の種商名は、ベルギーの植物学者であった林ンにちなんだものである。原産地はフィリピン。低地の湿度の高い熱帯タウリンに,に生育し、半日陰の場所で樹幹に着生している。葉蘭として栽培されることがある。広く普及しているわけではない。花はやや小さいものの、花数が多いこと、また一般に普及している。 胡蝶蘭がタカを一斉に開花させるのに対して、本種は順次開花するために長期間にわたって干渉できる。葉に模様がある点も干渉価値がある。以下、種として、園芸植物大辞典 P2926 斎藤 P115、園芸植物大辞典 P2926 斎藤 P115、ありがとうございます。